こんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日はですねこれから8月に入りましたからインターンシップに行かれる方も たくさんいらっしゃると思うんですけどインターンシップでですね現場の社員に会ったら聞いておくべきことは何なんだろうということで送らさせてていいただいてます今回コロナが少し増えてきてるんで実際にオンラインでしか現場の社員に会えないケースもあるし、まあ、皆さんが偶然にもですねあのリアルで実際に現場社員の人に会うことがあったらぜひこういうことを質問していただければと思います。ままずでですすねねインンターはは企業のののこここととをを知るるももちろん自分が本当にこの会社に会社うのかを確か確める場でもありますよ、ね せっかく参加したインターンの時間を無駄にしないように話をですねどんなことを聞けばいいのかを事前に考えておきましょう。そして現場のの社員にには人、ね、人事の人に直接聞けないことや 人事の人が分からない現場ななならでではの話を聞ける重要なチャンスなんですねそういう意味で言うとですね人事の人に聞く質問以外にも現場の社員の人だったらこういうことを質問しようってことを事前に考えておきましょうこれとっさにっていうのはなかなか難しいから事前にこういう質問しようってことを考えておくことが必要です。まずはですね 現場のの社員の方どんな人が来るかっていうのがもし分かっていればその人がどんな経歴なのか、まあ、経歴ってどういうのかっていうと入社してからどんな仕事をしてきているのか例えば何年ぐらいのキャリアを持っているのかっていうことを知っとくべきまあ自分が知れる範囲の中でまず調べておきましょう。それを知った上でどんなことを聞けばいいのかまあ実際の社歴入社現在の職属部署立場 まあ役職等はきちっと理解した上でそれにふさわしい質問をすることが重要ですよね。現場のことを質問皆さんがインターンシップでて中で皆さんが理解しなきゃいけない就職の軸はですね仕事の内容どういう面白みがあって自分に合うか合わないか仕事軸そしてもう一つは環境軸といって 自分が入ったらどういう職場なのかその環境が自分に合うのか合わないかこの2つの点がとても重要ですよねまずは現場仕事の内容を理解するための重要質問としてはまず企業理念がどのくらいい浸透しているかこれはですね企業の方は説明会でうちの企業理念は企業理念で説明しますけどなかなか学生さんピンとこないよね。しかし企業理念ってですね書いてあるけど現場に浸透してないケースもあります。 その企業が本当に大切にしている重要な内容だったら現場の人に理解しているし現場がどのように動いているかこれを確実にするってことが重要でそれが本当に企業理念が落ちているかどうかそして何とかの部署の仕事について皆さんが興味を持つ部署があればその部署の仕事の内容について細かく聞く。 いわゆる部署のとこの仕事はどんなのかっていうことをきちっと具体的にいくことが重要だね。そしてその部署がどういう方向を持って動いているのかこれ要するに未来に向けてどういうふうにしようとしているのかこれも重要な質問だし難しさ そしてきつさは現在どうなのか、ね、これ人事の人に聞いたらマイナスだって思われることもあるかもしれないけど現場の人にはどういうとこが難しいんですかどういうとこが大変なんですかきついんですかって聞かないで大変なんですかっていうふうに聞くべきだねそしてやりがいこれも重要だねどういうとこに仕事のやりがいがあるのかこれはその先輩の人たちが例えばごねべんだったら最初はどう思ってたのそして今はどう思うのかってその部分も聞いておくことが重要だねそして 最初にイメージした仕事と入ってからのギャップってどんなことがあったのかいい方のギャップ悪い方のギャップも聞いとくってことが皆さんにとってもとても重要だねそして一日の仕事の流れまあ実際の仕事の流れを聞けば労働する時間とかも分かる何時間働くんですか残業どのくらいありますかっていう質問をするのは愚問なんだよ でも一日の仕事の流れを教えてもらえますか朝は何時ぐらいから大体何時までどんな風にしてるんですかって言ったら結果として実際の労働時間を聞いてるこれは質問の仕方のスマートさなんだねそういう聞き方をすることによって現場の仕事の理解を深めましょう そして次就職の軸的に自分がこの環境に合うのか合わないのかってことはとても重要な要素だからこの現場にいたらどんなスキルが身につくんだろうってことだねまず1つ目そして部長とか直属の上司どんな性格の人ですか現場にはどんな上司が多いんですかだってみんなが入った時に上司の人ですよ仕事しなきゃいけないんだからどんなタイプの人がいるのかって結構重要な質問だねそして同じ職場の、ま、雰囲気ね同じ部署の 現場の雰囲気を知るためにも社歴ってどんな人が多いんですかとかね実際にどんなタイプの人が多いんですかって聞いとく必要だよねそれとどんなキャリアアップがあるんですか実際に入った後で何年ぐらい経ってどんな風にキャリアがアップするのかこのことも聞いておく必要がありますねそして まあ部内移動や要するに配属等はどんなふうにして行われるんですか実際どうなんですか個人の希望って聞いてもらえるんですかみたいなことそして社内が活性化するためのイベントとか例えばどういうものが用意されててみんなが全社で集まるものとか部署の中ではどんなことがあるんですか飲み会とかってどんなふうになってるんですかみたいなそういうことの、まあ、現場の人ならではの情報を聞いておきましょう。そしてプラスアルハの質問これはですね あの実際に先輩の方に会ったら一、ね、人の人の先輩の情報だけで判断していいのかってことがあるよね、それに、まあ、実際にこういうインターンシップとか出てくるっていうのは大体、人事の人がこの,人にこの先輩を当てようと思ってるから他の先輩の話も聞けたらいいよね、まあ、そういう意味で言うと後日にこの先輩にもうちょっと詳しい質問してもいいかなってことで連絡先もらってあの質問に答えていただけますかこれも重要なことそして他の方もご紹介いただくことって可能なんでしょうか。立場とか 部署ががが違う方こういう方ここいとがプラスでででききたらすすすねねごく情報が入ってきます、ね、特にその会社に興味を持った興味がある場合にはいろんな人の話を聞いておくってことが重要だから是非そんな風な形でインターンシップの中で先輩社員に会う機会を大切に使ってくださいさあインターンシップでいろんな企業に会える方がいる一方でですね清水さんなかなか夏のインターンでですね書類が、まあ、受かんなかったとか実際でインターンシップにあんまり行けてないんですよねそしたらね まあ実際にスカウトされればいろんなインターンにも出れる我々、7月からスカウトサービスやってます。ぜひ概要欄から 申しし込んでいいただいててプロフィールをを完成してスカウトを待とうそしてもう一つはですね出会い場はもともとですねイベントをやってますグループディスカッションのイベントをやって企業の人からあなたたちの評価が分かるそして優秀な子にスカウトをしようと思って企業の人が出てきますからイベントを通してスカウトがかかるそしてプロフィールを書けばスタートができる、まあ、こういう形で皆さんがですねいろんな企業に接点を持つ機会を作っていただければと思います詳しくは概要欄からまず出会い場の会員になっていただければと思いますそして 今日の趣味さん、インターンシップ行く前に役に立ったよって方は、ぜひ高評価を、そしてチャンネル登録をいただければ、毎日、我々は新しいコンテンツを流してますよろししくお願いします。